こんにちは。始まってません。始まりました。リンゴルフでゴルフフェアの動画撮るのをちょっとリソースがなくてやめようかなって思ってたんですけど、せっかくなんでやりましょう。お願いします。カメラマン宮下がやっていきます。リンゴルフサバイバーに出たタエちゃん。はい、斉藤タエです。カイトくん。カイトです。お願いします。ジョージです。ジョージくん。はい、ジョージくんはカイトくんの友達だよね。友達です。たまたまいたのでついてきてもらいました。はい、ちょっと見どころのあるところだけを紹介していきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日3日目なんですけど、はい、ヨネックスブースでドラコンをやっています。はい、あのシナルシャフトを使ったので、タイちゃん1日目に出て、はい、優勝してましたよね。そうなんです。まあ、ちょっといつもより1位です。今これいいんじゃないですか。斉藤って書いてある。破られたらまたやりに行きましょう。あ、もう1回行きます。はい、ドライバー良かったですか。めっちゃ良かったです。なんかいつも220なんですけど250ヤード出ました。30ヤードも飛んだ。30ヤードも飛んだ。ここのアパレル販売コーナー激安っすよね。激安っす。びっくりしました。値段1着1000円とかだもんね。ちょっとね、ずるいっすよね。タイちゃん買わなくていいんですか。私ですか。はい、私はリンゴルフを。ありがとうございます。あんた素晴らしいね。ジョージ君は新しいウェア買わなくていいの。大事っす。大事大事っす。17歳だよね。17歳です。 QT 受けたんでしょ。はい、サードで落ちました。サードで落ちたの。はい、すごいね。頑張ろうね。はい、はい、頑張ります。重い、棒が重いっす。佐々木さん、もうちょいでしょ、もうちょいでしょ。そんなもん、そこでプレー。めっちゃここアップライト。うん、え、50万くらいするでしょ、絶対。16万。あ、16万。今日はショープライト10万。10万。はい、迷うね。ちょっと迷うね、これ。はい、うまい人ってみんなこれなんだね。自分の手で、手使ってみて。全然動かないです。動かないでしょ。あ、手を使うと動かない。手使うと外れちゃう。めっちゃ俺手打ちだったっすよ。これめっちゃ肩意識できる。そう、これめっちゃいいっすよ。これ俺嫌いです。これはちょっとタイプだからね。ショルダーストロークタイプで、手使う人は手使う人でいい。ここは J ビームです。 J ビーム。美穂ちゃんもドラコンの時使ってた。そうですね、美穂さんも使ってたドライバーです。これどんなドライバーなんですか。これはそんな程よい捕まりなんですけど、ここ左にチーピンが来ない。チーピンが来ない。はい、僕チーピン出るんで。あれ、ごめんなさい。まっすぐですね。まっすぐ。本当にまっすぐ。311。え？キャリーで284、はい、トラックマンで。そうですね。あんなに普段から調子いいんですか、カイト。いや、でもこのトラックマンって結構厳しいんですけど、数値が。でもボールスピード77ぐらい出てるんで。取ってないよ。あ、取って吹き上がっちゃった。マンブリやりたい。マンブリしたら吹き上がっちゃった。スピンが3900。絶対スライスしない。ZY9 って絶対スライスしないんです。おっ、41.3。ナイスショットですね。すごい。ボールスピード260いった。61ぐらいいってる。え、一発目朝一からすごい。タイがこの数字初めて見たから。出ないです、こんなに。私出ない。はい、自分の宣伝してるの今日は。 J ビームの宣伝大使が。違うんですけど、打感も私好きですし、とりあえずボールスピードが出てることにびっくりです。本当だ、右行かね。左には、あ、右には行ってないですね。多分頑張ってます。嬉しい。ドロー系じゃないですか。今そうですね、ドロー系です。右行ってないよ。めっちゃいいドローしてるよ。これいつ発売なんですか。これは5月と6月ぐらいなんですけど。ZY9。 はい、ZY9。 これ30万くらいするんですか。いや、そんなしないです。でもうちのオリジナルのシャフトで、ZY サムライっていうシャフトなんですけど。これとセットでね。この組み合わせが多分一番合うかもしれない。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ドライバー用の短いシャフトってあるじゃないですか。それを見てみたいんですけど。44インチのプラス。44インチ。はい。
44インチ。通常のシャットだと45ぐらいのバランスが出る。45インチで組んだ時と同じバランスが出る。短いけど軽くないです。しっかり重量感があって、あすごい。これスイングスピード速い人とかタイミング取りやすいかもしれないです。めっちゃアマチュアの方でも簡単に打てそうです。簡単に、あ、短いって。短い分な曲がり幅も少ないと思うんで。リッキー・ファウラーとか、あ、そうなんだ。短いドライバー使ってます。これが46です。46、これで2インチ違う。2インチ違うってことですよね。それは全然違います。この長さの差です。富士倉さんのところで発売してるんですか。そうですね、あの4月の11日に発売予定です。4月11日、はい、今後あのメーカーさんのカスタムシャフトのラインナップにも加わる予定ではいますので、オーダーするときに、はい、ドライバー買うときに、はい、富士倉の短いやつに44インチしてくれよとっていう対応してくれるところもあると思います。探せば、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。中里さやかです。ドラコンプロです。あ、ガチの人や。ドラコンプロ、はい、飛ばないドラコンプロ。普段もうドラコンの現場に行けばいるんですか。いないです。いないんですか。飛ばないドラコンプロ現場にいない。たまにしか出没しないドラコンプロです。中里プロのお姉ちゃんです。あ、そうなの。よく見ると似てますね。でしょ、はい、え、本当に本当そうで、一番下の一番下の弟って勝手に言ってるだけです。設定がさらに下の妹。妹そんな関係。5人兄弟です。5人兄弟大変。ペイちゃんできるよ、はい、また僕変なところに見えて、まあいいや、オッケー。いいですか。次のブースはリンゴルフブースでございます。リンゴルフブース、今回はやっぱりこのシャツじゃないでしょうかね。ゆだちゃんがプロデュースした今回のイベントとのコラボでもあり、ニューエラさんとのコラボ、トリプルコラボのこちらの帽子でございます。いけてますか。可愛いですね。似合ってる。女子でもいけますね。なんかこのサンバイザーのこの文字が大きいから小顔効果があるって、男性にも女性にも嬉しいサンバイザーです。YouTube やってるんですけど撮影させてもらっていいですか。あ、NG です。あ、NG です。アルチビオさんとコラボレーションさせていただいたポロシャツです。はい、変わった襟元もそうなんですけれども、このね、ロゴマークがすごく可愛いな。こっちにもリンゴちゃんが入ってます、ね、今の時期は寒いんで、アウター着ても可愛い。あ、ちょっと出てるんだ。そう、ちょっと出るし、ノースリーブでも同じで、アウターを着てもここにポイントがあるんで寂しくならないのがおすすめです。で、あとノースリーブとかアンダーウェア着てもここにラインがあるんで、なんかこうのんびっとしないっていうか、ちゃんと切り替えがあるんでおしゃれに見えるんです。これもすごいここがおすすめということでお勧めしてください、はい、今回のフードコートの見せ場見どころ、一番の一押しの店、東京カウボーイさんの 100% 和牛使用のビーフピタサンド。癖になる味ね。今日も食べる。今日も食べます。たえちゃんは最近ダイエット中で飲んでなかったタピオカを飲んで美味しいって2つ飲みました。飲んだ、はい、両方飲んじゃいました。もうダイエットやめたのか。はい、おはようございます。ご案内いただけますか。今回は新しいグリップがすげえちゃんとしてる出てます。今までのエリートグリップはエラストマー樹脂が出てきてたんですけど、今年からラバーグリップにちょっと挑戦しようと思います。ラバーグリップ、はい、金型から原料まで全て日本で作ってるので、ただのラバーだっていうだけじゃなく結構質感をしっとりさせたりとかいろんな調整もできるので、ラバー、はい、これからちょっとエラストマーもちろん続けていくんですけど、こういう感じでラバーグリップにも挑戦していこうかなと。これはですね、ペットボトルそのまま入れることができて、本当だ、で、保温効果じゃなくて保冷効果。これすごいのが凍ったペットボトル入れるじゃないですか、3日後開けてもまだこれぐらい氷残ってるんですよ、ね、それぐらいの保冷力があるので、逆に朝コンビニで凍ったの買って入れてゴルフ持って行って飲もうと思ったら飲めないので、冷たいやつを買って入れてもらえれば、ずっと冷たい、ずっと冷たいままキープできる。デザインいろいろあるんですね。そうです。です、はい、まあ、最終日ですけど純ちゃんが降りました。はい、私はスカートを忘れました。スカートじゃないの。買いました。買ったんかい。2000円で買いました。ありがとうございます。
ても見たいレッスンがあるちょっと見たいレッスンがあったので、はい、行きましょう。はい、見てみんなを見たいと思う。あ、いるいるいる森さんですね。ここに着く YouTube で見る人、はい、こんにちは。こんにちは。取りに来ました。ありがとうございます。モリモリの実売をちょっと見てください。初めの20分ぐらいずっとこうやって何回やってもつかないですね、この状態で。結構ツアーの選手たちとかでも大体調子悪くなってくるとつかない、まあ、グリップにもよるんですけどつかない状態。ちょっとあ、来た来た来た。すごい分かってる。何すか、仕込みですか。これは仕込みじゃないですか。え、すごいすごい。人の力お、すごいです。これ一発目で作る人ってほとんどいなくて結構すごいです。この道具としてはここにつくかどうかっていう。で、結局皆さんこうフェースターンって考えて、あのスライスする人とか球が捕まらない人はこうフェースターンって考えてしまうと、どうしてもフェースをこう二次元的に全体でこう返そうとするんですけど、この動きっていうのはフェースターンっていうよりもちょっと締め込むような動きですので、結構腕の動きの動作としては結構本当につまんでても力がほとんどいらない状態。もう本当に何にもつまんでても回せるっていうのが結構いいかもしれない。で、多分自分はで、この振り子っていうのが飛んで自分の振り子崩してます。崩してる。多分崩って言ってるから引けちゃうのかなみたいな。だから多分谷さんも力抜いてやれって言ったのかなって。じゃあもう一個のレッスン行きましょう。はい、誰かレッスンしてくれ。あ、どうしたの。え、レッスンを見に来ました。見に来た。嫌だ、嫌だ。おいで。皆さんこんにちは。こんにちは。さやかさ心です。今回はあのさっきヤマハのあちらでですね、あのトークショーでも言ってたんですけど、なんで私がそんなに飛ぶのという質問をもらいました。今の副コーチ、森コーチですね、レッスンを習ってかなりゴルフへの考え方が変わりました。今日はボールを打たないですが、いろんなものを使って説明していきたいと思います。よろしくお願いします。もっと力強く叩いていきましょうか。はい、今回まあってなる。これぐらい左にまずクラブスイングプレーン、ゴルフのクラブ、行きたい方はそっちだと。そう、そっちなの。行きたい方はこっちじゃないです。だって今意識しないで3回目行ったので左じゃないです。なんでスイングプレーンはこっちが正解。でも今のままだと左に飛んでいきそうってね、ボール自分に対してすごい左に出ていきそうだなって思うので、そこで大事なのは体幹、体の軸の部分になります。なんでそれで次杖ですか。ティーチングプロね、上手だ、すごい上手、分かりやすかった。ココちゃんできると思う。ティーチング、はい、めっちゃ分かりやすかった。はい、最後これをやって終わりましょう、皆さん。はい、で、タイちゃんが今目の前のこの女性に抜かれました。え、いくつ。206。で、優秀の美を語りましょう。はい、記録は今256ヤードになったからね。行こう。ユーチューバーじゃない。さっき何でしたっけ。ゴルフ、ショータイムゴルフ。いいスイングしてるね、やっぱり。241。もうね、時間がね、残り本当にわかる。おー、最初。あー、もうちょっと伸びてほしい感じ。243。やっぱ可愛い子来ると集まるんだな。そうなんですよ、ずっといてほしいわ。ねえ、いけ。の記録更新しないね。残念。ありがとうございました。ありがとうございました。335ヤードですからね。よし、これ振ったよ、振ったよ、これいいんじゃない、これ。あー、落ちてきた。あー、だねー。限界に挑戦していただきました。ありがとうございました。頑張って、ね、ゆこちゃん。上がった。ナイスショー。おっ、
定してる。すごいしなりますね。すごいしなるんです。そのしなりを利用して打ってほしいんですよ。ありがとうございます。あ、今気づいた。だからスカートもリンゴなの。そうなんですね。リンゴなの。リンゴだよね。リンゴです。リンゴですね。なるほどね。今治タオル。そう、今治タオルです。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。